はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブでは最終編ですね。始めていきます。主人公はおぼろ丸でいきましょう。ちょっとだけレベルは低いけれども、まあ、装備は充実しているはずなんで、主人公おぼろ丸最終編いきます。夜が明けるか。この日の本もいつかは素晴らしい夜明けを迎えられると。これは倒した後だね。わしは信じちゅうぜよ。でこの後なんか召喚されたりするのかな。暗くなった。来たよ、人の道に目覚めし者。人間に未だ幻想を抱く者よ。いざなお、真実を知らしめんために。てかこいつなんか時空に干渉できるのか。すべての時代に。なんだ、右上が一応目的地になってんな。右上に行こう。お、中国じゃん。これなんだ。あ、近未来とか。階段を登ろう。静寂の森。え、血のような跡が染みついていて読めない。装備は、あ、これになってる。むつのなんとか。ちょんまげ。ちょんまげってつけていいんだっけ。あ、全然マイナス要素ないじゃん。つけよう。ここは物理防御一応上がるからつけるだけつけるか。重さとかっていう概念多分ないよね。印籠は装備しないで持っておこう。回復手段ないからね。アイテムってどうなってんだ。印籠ある。装備品はまあ持ってるっちゃ持ってるけど、村雨はなくなってるね。手裏剣あり。カステラもなくなってるわ。カステラ腐ってるからかな。え、どうすればいいんだ。こっち行けるし。あ、なんか怒ってる。拾おう。よしやのみ。やった、よしやのみ。敵は出るか。出た。おお、ザビエール。お前は切る。手裏剣に弱いじゃん。ちょっと待って待って待って、一回離れよう。24しかないか。雑魚が許せ。この下行けそうだな。なんか全然こういうところ行ってないかんな。探索しよう。今はアイテムが欲しい。これもあれか、向こう側に出るとかそういう落ちか。え、あれ、なんだ、黒いぞ。ここどうなってる、わからん。ザビエールくらいだったら楽勝だからな。あ、別のが出てきた。ルビータイラント、ケルベロ。ケルベロスではないんだ。犬だからケルベロなんだ。手裏剣で一掃するか。96くらいだったら当たるんだろう。ブレイクダウン。ケルベロスに成長されては厄介だ。イザナギの巻物もらえる。めちゃくちゃ貴重だな。
レベルをもうちょいだけやっぱ上げたいよね。基本11っていうのがあるから。これこっち側は、いや、てかどこへ向かうんだ、そもそも。目的地は、あれ勇者の山になってるか。あ、侍が出てきてる。とりあえず手裏剣で、カロを倒そう。戦闘の音楽これなんだ。あ、ちょんまげ手に入れた。あれ、いける。魔王族。おお、あれポコがいる。何してんだこいつ。あ、こいつ喋れないからな。行ってしまった。パクっていいのかな。あれどこ行った。鼻がないからな。どこに行ったのか追えない。すげえ、治り層がいっぱいある。あれ治り層ってヒットポイントも回復するっけ。これ骨だな。いた。原人。大変だな、こいつは全く。何してんの。これ何回やんの、めんどくせえな。来るか。なんかあれ、ゲーまあいいや、配下に置こう。原住民の起きて、ゲー636バル、すげえんだけど。ポコ鍛えすぎたからかな。やべえぞこれ。何を強してる。サマイたち。ウォーウォーか。これはね、攻撃力が低いけど74。それでも74くらいのか。やばすぎだろ。眠らせよ。ガチの勝負だな。寝ろ。寝ない。サジンとかは敵の能力下げられんな。これでやろう。サジン。よし、下がった下がった。何が下がった。そしたらカマイたちで攻撃しよう。命中マイが下がってるのかな。あ、サジンで。うわダメだったか。いや、キャンセルされた。最悪。そろそろ回復しとこう。引導めぐみの回復、これいいね。よし、では切るか。普通に切ろう。忍び切り。これ弱っ。いけ、これやべえ。死ぬ。アップで紙一重だ。だ、骨肉。ヒットポイント、中回復だったらまあいいでしょう。中って結構回復するからね。全然回復しなかったわ。やったな。サジンでいけるか。158か。かまいたちってブレーキかけられるのかな。いいね。
おおまあ大丈夫だ。次カメたちで仕留める。終わりだポーゴ、お前は強い。確かに強くした。レベルは16だな。経験ちゃいねえのかよ、レベル16のやつ倒したのに。でこれで仲間になるっしょ。お前強い、ついていく。ほらよくわからんが恐れ入ったようだ。仲間に加えますか。うん、加えよう。やった。何？悪いやついるみたいな。え、鼻が効くじゃん。できんの？ちょっとポコ見よう。レベル16とか。ここら辺は変わってないな。王者の牙とかも装備してんじゃん。物ないしも装備してんな。え、物ないしさ。ちょっと自分が装備したい。鼻飾りでいいよ。で物ないしいいね。めちゃくちゃ強くなってんだけど。ギガガの輪っかって素早さが上がるのか。獣は攻撃力でしょ。ボインビーナスも持ってる。こいついいな。え、印籠装備させてもよくない。まあいいや、ちょっとまた回復魔法使えるやつ。え、待って、なんか怖え。ここになんかいる？え、悪魔がいて。なんだなんだ。でもなんもないぞ。まあいいや。ほぼ仲間になったのでけえな。でも仲間のいるところは特になんか色がついてるわけじゃないんだよな。ヨシュアの実回収できるものを回収していこう。うお、またわけわかんないやつが出てきた。ファント、ひょえな。174。おおでどれだけいける。飛び切り、痛い。飛び切り、加藤の術で一掃しよう。物ないしを装備した加藤の術、やっぱ強くねえんだけど。じゃあ王を押して終わらせると思ったら加藤の術。うん、よし、レベルアップ。修羅の印。ちょっと村にも行ってみるか。じゃあこれ読めないでしょ、もうどうせ。でこれさ、誰かいるってこと？でもさっき一番最初の黒い枠はなんかよく分かんなかったよな。入れる。地の迷宮。力に頼るものは受け入れない。弾き出されたんだけど。ああ、なるほど、なんかそういう迷宮があったのか多分。これさ、弱いやつ主人公にしたらきつくない？最初。あ、もう寝てる。アキラ、お前はブリキ隊を持ってきてないのか。俺以外にもいるじゃねえか。不良少年。
ちょいとごめんよ。心の中を読まれている。あんた、おぼろ丸。あんた、俺を信用してねえだろ。滅相もない。信用してねえだろって言われたから滅相もない。信用はしてます。へえ、そうかい。こんな世界に来たんだ。人は信じる。いや、あれだ、あんた。俺は悪いやつじゃなさそうだし、つるむのは好きじゃねえけど、ここは手組むか。そうだな。アキラが加わった。あれ、これさ、仲間いっぱいになったらどうなの。これ4人までだよね。ライダーベルト、ミサンガとか持ってんな。おしゃれパール。とりあえずお任せ装備。忍びの抵抗とか装備するんだ普通に。ここ入れる。地の迷宮。まあ、とりあえずここはアキラが仲間になったということで、地の迷宮はよくわかんないから、分かった時に来よう。でそうするとなんか目的地的には山だよな。勇者の山だな。これはげっ、クマが出てんだけど。かまいたち230か。ごめん、これいけそうだな。なんだ、絶好判定みたいな。結構食らう。じゃあちょっと火力の高いやついこう。あれ、アキラ何持ってる。あ、こっちヒールタッチ持ってんじゃん。召回復か。セルフヒールは自分だもんな。マザーイメージなんかあんまり使ってないの。おとなしくしな。28能力下げる。早いこいつ。やばい、すげえ強。僕多分最初は強いな。レベル上げまくったから。みんなのレベルが追いついてくる頃にはどうなんだろう。入れたいのまず主人公だっておぼろ丸でしょ。でレイちゃんを入れたいよね。雪山に来た。で雪山の中の目的地としては、これはあれか、墓か。墓を目指せってことか。なんかめんどくさそうなのが出てきたな。火遁の術で一回焼き払おう。強い。ゲッ、復元。めんどくさ。では見せてあげよう、このレベル16の力。いや強すぎる。マイナスつくのはしょうがない。でフレームイメージ、あれフレームイメージって接触しないと無理なの。くらいやがれ。どんなもんや。おお、めちゃくちゃ経験値持ってんな。これ一人で来てたら大変だったな。あ、なんか左にも右にもあんな。左ってこっち？あ、岩がある。いけない。最初の行けなかったところと同じ感じか。右は？
仲間は集めたいからね。グラシャラボラス、水光か。かまいたちで取り捨てとこう。マイル、復元。で、こいつは殴り倒す。コンビネーション入った。さすが強いな。77だったらどうなった。蹴り殺せるか。絶対弱えや。回復量がでかい。おとなしくかまいたち使うか。よし、レベルアップ。精進あるのみ。11。あ、来た、12か。ホーリーブロー。あれ、なんかだいぶ下っちゃってるけど、どっちだ。あそこもなんか岩があったな今。縄か。布団の術で入らないかな。一応2人入るや。縄はないよね。何がいいんだ。レジストかけられるのはちょっと微妙だしな。乱れ打ち。回復。フレーム。食らいやがれ。乗れ。66。これウォーウォーで倒せるな多分。いや、ドクリンプめちゃくちゃ厄介だったこれ。手裏剣もダメか。ファントも倒しとこう。マイル。いや、うぜ。いいね。で、オーリーブローってない。寝るかな。ゆっくりエネルギーしてな。ゼロ。弱すぎる。寝たでも。じゃあ最後は手裏剣投げて倒すか。手裏剣乱射。あれ多分岩かなんか。いける。あれ、なんかいけそう。ポゴか。自力で破壊する。無理。入った。で洞窟に行けるようになりました。本能の男女、帰ろう。せめて4人いないとまず仲間を見つけることだな。あと目的地行くだけ行ってみるか。
多分墓だよね、あそこ。こっちでいいか、敵。結構厄介なかったな。まずカトンだな、怖っ。この復元も結構厄介だしね。ただこれで倒す。強い、火力は高いな。ダキラはフレームイメージだな。くらいやがれ。あの妖精みたいなやつがすげえ厄介だったけど、それ以外はまあまあまあだな。どんなもんや。まあ、今のところ経験値も結構入るし、ポゴもむしろ上がりそうだし。でさらに上に登って。あれ、なんか右上にある。これはなんだ。鉄でできた箱。鉄の箱？なんだそれ。とりあえず回収しておこう。あ、墓だね、やっぱりここは。あれ、レイちゃんがいる。ブライオンもあんじゃん、これ。ブライオンだよね。させないでよ。へー、他にもいたんだ。けどあんたのその格好まともじゃないね。まともじゃないとか言われちったよ。ただの女と思うんじゃないよ。え、戦うの。千が連山剣使われたら多分死ぬぞこれ。新山剣師範レイちゃん、どうしよう。こうやってかまいたちで遠距離攻撃をする。よもやし僕は言うまい。一歩下がってかまいたち、手も足も出まい。いいね、これで4人か。一応メンバーは揃ったっちゃ揃った。4人やるじゃんか。私はレイ・クーゴ。あんたも困ってんだろ、一緒に行くとするかい。行こう。あれ、この先どうなんだ。もう4人揃ったけど、なんか変えられんのかな、メンバー。ブライオンでござるか。なんでブライオンで知ってるんだよ。あ、墓は調べらんない。あ、でもこれで魔王の山行くのか、多分。レイちゃんは道具がどうなったこれ。竜の服、おしゃれパール、クルセイダーが持ってないですか。ミサンバ、ボインビーナスは結構役立つ。ボインビーナスあるんだったら、でも回復量ちょっと少ないんだよな。印籠装備しちゃってもいい気がするんだよな。ちょっと特攻どんどん上げていこう。で素早さがちょっと上がるっちゃ上がるけど、特攻下がるのはちょっと嫌だな。ミサンガ、まあ、装備するもんないから装備しちゃっていいんだよな。一応物理攻撃も上げとく。少し全振りしてんな。アキラ特攻高え。レイクーはやっぱ物理攻撃だな。獣の牙まだあるんだ。ちょっと一回お任せ装備にしよう。獣の被りになった。鉄拳だ。弱いな。武器の攻撃力が弱いな。竜の服、麒麟の靴、刀術の知識、これなんだっけ。まあいっか。
というわけで、仲間はとりあえず4人揃って、まあ一応全員は仲間にしたいんですけど、でブライオン手に入れたので、もう魔王城に行けるってことでいいのかな。まあとりあえず今回はここで終了して、次回はもうちょっと探索をして、仲間を揃えていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。